白インスタグラマーの香織です。今回は関ヶ原を巡っていきたいと思います。関ヶ原に来たよ。三成陣に来てる女子が多い。三成モーデしてます今。何あの石碑、え、気づかなかった今まで。結構マジで何してんのこの人たち。421年前にいたんだねここに。2日目の朝です。昨日は大垣に泊まりました。そして今から大垣城に寄って、その後関ヶ原を目指したいと思います。関ヶ原の前哨戦があった大垣城でね、一回大垣を見て、それから関ヶ原に向かいたいと思います。大垣城にやってきました。出陣だね。ここから出陣していくんだね。え、知らなかった。大垣城こんななってるんだ。あれ前回来た時なんか天守しかないなって思ったんだけど。でも反対側だから。あ、そうかも。反対側から来たからだもん。こんなだったか。失礼した。大変失礼した。こんな入り口あったなんて。すごい、知らんかった。すいません。わ、すごい、こんな感じなんだ。シネマティックモードだったらいけるか。おお、大垣城。この門気に入った。駅から来たのに、いや、そうだよね。そう、そうそう。帰っちゃった。セットになってるから。はい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 。行こうと思ってこっちから。ここ急にいいね。ここめちゃくちゃいいね。これなんかすごいいい感じのところがあるわ。ね、本当だね。これいいっすね。グッバイ。関ヶ原までダッシュしよう。8時には間に合わなさそうだけど。しょうがない。前哨戦を してから行かないと。負けで前哨戦した。今超負けです。前哨戦したから。というわけで石田三成陣、あと笹尾山からスタートしていきたいと思います。今日はね、10月22日っていう、関ヶ原の大戦が行われた次の日になるんですが、今8時半ぐらいでして、まあ、大体421年前の今日、こんな今日じゃないですけど昨日ですけど、まあ、こんなようなね、天気気候の時に関ヶ原の戦いは行われたんじゃないかなと思う次第でございます。あ、でも当時の天気はノームじゃん。ノームだよね。というわけで早速巡っていきたいと思います。三成、一応三成上まで行って降りてきたら、まあ、とりあえずどっか行くか。やば、うわー、馬防柵。そうでしょ、そういう感じですね。そういう感じです。うん、散らしてやりたいね。めちゃめちゃいいんですけど、色が、色合いが。あー、左近いや、ほんとよ。左近が MVP よ。映画関ヶ原の MVP は左近です。いや、全然左近だったよね。あ、着いたぞ。朝日にたなびく三成の旗が。このぐらいの時間はまだ勝機は我にありとか言ってた時間かな。あ、ほんとに大一大満大吉がいいよ。うわー、美しい。最高ですね。最高だ。いや、本当に。第一大満大吉の方はとっても良い。キングからの、行部からの、浮田小西からの家康。うわー、来年こそ西軍勝利。ここでさ、ここにいたらさ、もうめちゃめちゃ軍が来るの見えるね。見えるよ。
絶望するやん、絶望する、え、全方向から、方向から来てるやんってなるもんね、方向からも届くし、こっちからも届くし、そうだよね、あっちから見やすい人生になってるし、そうだよね、てかあっちに至っては味方じゃなかったんかって話だしね、そう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 、小早川ね、あれ小早川の旗じゃないよね、これ旗じゃない、これ大きな立てたんだじゃん、あ、いや立ってる立ってる、それは立ってるんだけど、うん、あんな黄色っぽかったっけなと思って、かっこいいからあれが金魚だ、金魚が来てて、ルーブが来てて、あそこからさ、ガーって来るわけ、見えるわけじゃん、うん、で、ね、ルーブやられて、多分生きた体もやられて、金魚死体とかもそこにやられてるわけ、私まず見ててくるわけでしょ、あっちの方に見えるわね、全部見えてるね、大吉大満大吉、今の有村かすりみたいじゃん、あーね、なんか言ってたよね、てか もっと働けよって思ったけどじゃあナッチおすすめの、あ、私おすすめの、そう、裏ルートから帰りましょう、でもこっち側が左近だと思うとさ、三成からのこの左近の思いをさ、ちょっと噛み締めながらいけるよね、捻挫してる足には厳しいけど、ドーグルが落ちてる急なジブリみたいな発言、でもさ、このドングルとか気づくタイプじゃないよ、いやだって玉抜いたらもう出れますっていう人だよ怪我による給食以外の給食はないみたいな、労災あれ超労災だねサコン、いやでもほんとサコンが MVP だった、誰から行く、一番遠いのどこかな、毛利じゃない、毛利だね、長宗我部はいいかな、なんかてか長宗我部はもう忘れるレベルだからなんか毛利と薩摩についてはさ、お前ら許さんって思うけどさ、てか小早川はもちろんなんだけど、なんか毛利島津についてはお前らなんかなん、もう来い、来るなら来い、来ないなら来るなみたいなさ、そう、やる気ないなら帰れみたいな、パワハラ上司みたいなことを言いたいけどさ、なんかもう長宗我部に至ってはもうなんか、あ、来たの、あ、そう、来たんだ出社してたの、そうそうそう、出社に気づかないみたいな、毛利、もう幕末も毛利はさ、毛利はというか長州はさ、もう関ヶ原からしてもう薩長嫌いだわ、よくあれでブーブー言えるよ、君たちがさ、ああいう裏切りをするからさ、もちろん外様だしさ、ああいう場面で裏切るやつはさ、誰が主君になっても裏切るじゃん、一度裏切ったやつなんて信用されるの難しいよ、関ヶ原古戦場記念館にやってきました、2回目、嬉しい、今日平日だからね、大吉大満大吉、何度見てもいい、そして徳川のところを塗りつぶしてやりたい、あの戦いの様子が分かるグランドビジョンと VR シアターを見に行きたいと思います、行ってみましょう、関ヶ原古戦場の海鮮地にやってきました、うわ海鮮地たなびいてるよ、海鮮地が、わあ関ヶ原抜け駆けしたなーのやつだね行きますかね、小西雪永先輩の陣跡に、小西先輩、小西先輩、いや本当に三成と一緒に処刑されたのに存在薄いんだよね、かわいそうだよ、もっとピックアップしてあげてもいいよね、関ヶ原でさ処刑された皆さんのさ、あと三成が今フューチャーされてるじゃん、でも残りのおじさんたちも見てあげてほしいよね、そうそう、ちょっと一緒に処刑された2人も、そうそう、あと2人いますみたいな、あと2人いますじゃない方芸人、じゃない方芸人トリオ芸人だった関ヶ原で処刑された三成じゃない方なんかさ三成だけさ、なんか最後に最後までちゃんとご飯食べてみたいな、柿だっけ、あ柿だっけ、そう、うん、ね、そういうなんか逸話まで残ってさ、まあ、なんか最後までちゃんと諦めなかったみたいな、なんかあの2人のエピソードないよね、あるのかも知らんけどさ、なんか全然存在薄だよね、なお家
直家はさ、あれだよね、前田のさ、あのお姫様をお嫁さんにもらってたから除名嘆願されたのかな。あ、そうそう、そうだよね。あ、秀井直家お父さんじゃない。あ、そっかそっかそっか、秀家ね、そうそう、ちょっと陣内さんだった。陣内さんです。そうそうそう。陣内さん出てきちゃった。そう、ひでいえ、ひでいえ。郷さんね、郷姫ね。あれより一応なんか、幼女になってたんじゃないですか。あ、そうだそうだそうだ。あ、そうだそうだそうだ。そんなこんなあって、除名。そんなこんなあって、除名で八条城に流された。そう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 。浮田ひでいえ陣に来ています。ひでいえもね、ちゃんと戦ったからね。こんな静かなところなんだね、でもね。ここまで来るんだね、敵。こんな山の中なのにね。ひでい先輩には大変申し訳ないけれども、いや、ちょっと急ぎます、我々急ぎまんとごめんなさい。島津義弘陣跡に来ました。何しに来たんだ島津は。最後あんな中央突破できるんだったら最初からやってくれ、もしくはやらないならやらんでくれ。ほんと期待させるなよ。何しに来たんだお前は。島津の気骨を見せるとかなんか言ってましたけど、見せるなら最初からずっと見せろ。何が西軍に島津ありなのよ。腹立つんですけど。西軍に島津ありと思うんだったら最初からやれよ。本当に遠かったと思うよ、関ヶ原まで。こんなところで本当にやんのと思ったと思うよ。というわけでもう秒で帰ります。島津なんて秒で帰ります。旗も向いてくれないし、勝負もしてくれないし、何なのよ。見て、ほんと旗映るんだけど、島津のね、ほんとに目と鼻の先。大西幸永先輩、あのバックに島津が見えますよ、ね、腹立つ。ほんとだよ、小西先輩の後ろにもう島津の旗が見えてる。ほら、そう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 、ひど、ね、ちょうど真ん中に島津の旗の間に、あ、違う違う違う、小西の旗の間に見える、見える。何これ、どんな冒涜。もうやだ、本当やだ、本当に嫌い。なんかびっくりしただろうね、あいつらマジ何もしねえみたいな。嘘でしょ、俺今もうすぐ死にそうなんですけど。石田三成陣跡が見えた。やばい、やばい、めちゃめちゃ上がった。入れたい、入れたい、全部入れたい、全部入れたい。小西先輩の左上に石田先輩の笹尾山が見えます。ここそ見えたんだ、気づかなかったな。私も気がつかなかった。笹尾山が見えてるわ。あ、島津と石田三成陣跡、小西先輩本当盟友ですよ。最後まで島で一緒なんだから。先輩に、で関ヶ原古戦場記念館で VR シアターを見てきました。浮田が